香川県立高松北中学校、高等学校は、香川県高松市群れ町群れにある公立中学校、高等学校。併設が中高一貫教育を行っている。通称は、北高、北中であるが、北中については、市内に高松市、立木太市中学校があるため、近同を避けるため、高松北中と呼ぶこともある。学校は、高松市内の北東部、 五剣山と源氏が峰の南麓にある。1983年に高松北高校として創立。学校名に高松とついているが、2006年に旧群れ町が高松市に九州合併され、高松市の一部となるまでは高松市内にある学校ではなかった。2001年には香川県発の県立中学校である高松北中学校が併設され、 中高一貫校に移行した。地元では、同校の生徒を、北高生と呼ぶことが多い。北高生の心情として、人に迷惑をかけない。人を侮辱しない。困難から逃げない。以上の三つが掲げられている。一年次から、選抜クラスのみコースが分かれており、他コースは一年次に共通科目を学び二年次から、希望により、コースに分かれる。コースは多岐にわたるため、 同じ学校に通っていても3年児になると生徒間の学力に差が生じている。進路先も大学進学から就職まで幅広い。理系、選抜クラス第一期生は2016年卒分系、選抜クラス理系コース分系コース体育コース秋に北領祭が開かれる。バザー、バンドの演奏、漫才、DJ ブースなどがある。応援部の一発、ギャグ大会は、 名物となっている。三年生はクラス単位でバザーを担当している。過去には学校生活に関連した議題を生徒と教師で議論する生徒会主催のパネルディスカッションがあった。運動部分下部運動部分下部、ありがとうございます。